マノマルシャ F1 チームは2012年から2015年まで参戦していたイギリスの F1 コンストラクター2010年より参戦していたバージンレーシングがマルシャモーターズにチーム株式を売却し2011年にマルシャバージンレーシング2012年から2014年はマルシャ F1 チームという名称で参戦していた元のチームは バージンレーシング時代と同様にチーム代表者であるジョーナルフレッド・ブースが1990年に設立したマノーが起源となる。彼が2010年よりバージングループのリチャード・ブランソンがマノーのチーム株式を買収してタイトルスポンサーの使用権を獲得したことによりチーム名をバージンレーシングとして F1 チームを立ち上げた後 同年11月11日には今度はロシアの自動車会社であるマルシャモーターズがバージンからチーム株式の一部を買収したことで2011年シーズンよりマルシャバージンレーシングとしてエントリーしたこの結果経営陣も再編され昨年の3月までフォースインディアに在籍していたイアン・フィリップスが COO として就任その他にニコライ・フォメンコ 取締役、最高経営責任者に、マルシャからアンディ・ウェッブ、会長にグレイム・ロードンが就任した。また、マルシャとの提携によって、チーム国籍がイギリスからロシアへ変更され、2011年11月に、チーム名も、マルシャ・レーシングに変更した。2014年10月、資金難のため関在人の管理下に置かれ、終盤参戦を欠場するなど、 チーム消滅の危機に陥ったが、投資家の手により再建。チーム名は、マノー・マルシャ F1 チームに、チーム国籍もイギリスに変更された。2015年シーズン終了後に、チーム代表のブスト・ロードンがチームを去り、チーム名を、マノー・レーシングに変更。これに伴いコンストラクター名も、マノーに変更されたため、コンストラクターとしてのマルシャの活動は終了した。 2011年バージンレーシング時代より CFD のみを使用したマシン開発を特色としておりコンストラクターズタイトル12と最下位だったことから上位進出を向けて CFD 施設の拡張を計画するなど1年目のマシン開発方法を強化する方向性だったが完成したマシン MVR-02 でも前年度のマシン戦闘力とほぼ変わらない状況が 続き、6月にテクニカルディレクターのニックワースを解雇した。CFD だけに頼らず、フードも使用する通常のマシン開発方法を取る、要方針転換し、さらに、マクラーレンとの技術提携を行うことを決定した。この年もコンストラクターズランキング12位で終えた。また、同年11月に、チーム名を、マルシャ F1 チーム、コンストラクター名は、 マルシャに変更することになったため、翌シーズンより、マルシャ F1 チームとして活動する。MR01 をルグロック。2012年マルシャは、技術コンサルタントとして、モトルノーのテクニカルディレクターのパッド・シモンズを、迎え入れた。また、新車マルシャ MR01 を発表したが、このマシンは2012年に発表された F1 マシンで、唯一。 カーズを搭載を予定していないマシンとなった。レースは前年度より実質のライバルチームである HRT を大きく引き離した速さとマシンの信頼性を持つようになり、グロックが第6戦モノコ GP まで6戦連続で完走を果たした。第8戦ヨーロッパ GP ではグロックが超閉塞のため欠場した。7月3日、ダックスフォード飛行場の滑走路で テスト走行を行うマリア・デビロタがかる MRH が原因不明の暴走をしてトラックに突っ込む事故を起こした。これによりデビロタは右目を失う重傷を負った。その後グロックが第14戦シンガポールグランプリで12位を獲得。この結果によりライバルであるケータハムと HRT より上のコンストラクターズタイトル10位となった。 しかし最終戦のブラジルグランプリにて、シャルルピックが12位を獲得するものの、ケータハムのビタリー・ペトロフが11位を獲得したため、ケータハムがコンストラクターズで10位を獲得し、マルシャは11位となった。2013年、ジュール・ビアンキが狩るマルシャ・エム・アル・レイに。2012年12月18日、マルシャはマックス・チルトンと契約したことを発表した。 また商業的な理由により、ティモグロックがチームを離脱し、ルイス・ラジアがその席に座ることになった。しかし、スポンサーの問題により、ジュール・ビアンキにその席を変わることになった。2013年3月14日、チームは、ルドルフ・ゴンザレスとリザーブドライバーとして契約した、ことを発表した。2013年シーズンの初戦である、オーストラリアグランプリでは、 予選でライバルであるケータハムより上位になり、第2戦のマレーシアではビアンキは13位となった。しかし年間を通して予選ではケータハムと会を争い、最高ビグリッドのことも多かった。このためポイントは獲得できなかったが、車の信頼性が良かったため、年間コンストラクターズタイトルで10位を獲得した。マックス・チルトンはルーキードライバーとして、 初めて前線完走した。マルシャ F1 チームのピットガレージ前にて、左から2番目の人物が代表者のジョンブース。2014年コスワースが2013年までで F1 から撤退するため、マルシャは2014年シーズンのエンジンとして、フェラーリエンジンと契約した。ドライバーはジュール・ビアンキとマックス・チルトンの2名とも残留した。 前年度まで再開争いをしていた、ケータハムに対して開幕戦よりアドバンテージを築き上げていることが伺えており、チルトンは開幕戦オーストラリア GP、第3戦バーレーン GP で共に13位完走した。第6戦モナコ GP にて、ビアンキが9位入賞を果たし、チーム共に初入賞となった。しかし、第15戦日本 GP での42周目の、 ダンロップコーナーにて直前にクラッシュしたザウバーのエイドリアンスーティルのカルマシンを撤去しようとしていたクレーン車にビアンキのマシンが衝突しビアンキは意識不明の重体となってしまったまたチームの資金難も深刻化していたため次戦のロシア GP こそチルトンが出場したものの第17戦アメリカ GP を前にチームが破産申請を行い 残る参戦を欠場した。最終参戦を欠場したものの、この時点でノーポイントだったザウバーとケータハムが最終戦まで入賞できなかったため、モナコ GP でビアンキが獲得した2ポイントにより、コンストラクターズランキング9位を獲得。2010年に参入した新チームとして、初めて子サチームを上回る快挙を見せた。これによりチームは、 賞金4000万ポンドを受け取る権利を得たが、チームは大きな負債を抱えたままであり、賞金を受け取る前に、チームが存続できるかの瀬戸際であった。オフシーズン中には、資産や設備が競売にかけられる、従業員が解雇されるなど、チーム消滅は目前だったが、投資家の手により、土壇場で救済され2015年のエントリーに、こぎつけた。2015年ドライバー。 マシン、そして、資金の見えを味わったマルシャだが、チーム名に、マルシャを入れることを条件に、ノマーマルシャ F1 チームとして復活。マシンは2014年度のものを2015年ルールに、合わせて改定し参戦。ドライバーに、ウィル・スティーブンスと、ロベルト・メリを迎え、パドックに、すべてのメンバーが集結した。ただしメリは一戦ごとの契約で、 他にペイドライバーが現れれば交代するという取り決めが公表されている。ドライバースタッフを再集結、各種設備を競売で取り戻し奇跡とも言える復活を遂げたチームだったが、開幕戦オーストラリア GP はマシンを走らせるのに、必要なソフトウェアが一括削除されており、エンジンを始動できず欠場することとなった。これに対しては、 FIA の調査を受ける事態にまで発展し、バーニーへクレストンの怒りを買った。第2戦からは問題を解決し予選にも出走したが、スティーブンスは燃料系トラブルで、ノータイム、さらにメリは、9-1トップタイムのルイス・ハミルトンが出したタイムに0.4秒、及ばず107%以内のタイムを記録できず、両者揃って107%ルールに抵触。どうにか、 出走許可は降りたもののスティーブンスは出走できずメリノミ最後尾からスタートしたがトップチームは愚か中堅チームにも全くペースが追いつかず何度も青旗が振られる姿が捉えられていたまたこのレースにおいてメリノミが出走したことについて一台出走は戦略によるものでマノーマル社は 前年度の賞金が目当てで参戦しているのだろうなどと、新聞に叩かれる一幕もあった。その後は、なんとか107%ルールに定触しないタイムは出す。ものの9一落ちが定位置になり、決勝も周回遅れにされるシーンのみが、国際映像に映るばかりで過労死て完走するだけの、レースが続く。両ドライバーもこの現状に対し憂慮しており、ついには、 ポイントを獲得できる状況ではない。まずは、タイムロスを少なくするのが目標。チームメイトを倒すのが目標。残りの人たちとは戦う手段がないなどと言い出す、始末であった。第13戦シンガポール GP より、メリに代わって、アレクサンダー・ロッシュをレースドライバーに起用。ただし、ロッシュは GP2 シリーズでチャンピオンを争っており、 同シリーズの参戦を優先するため、g p にと閉催される、ロシア GP とアブダビ GP の2戦は、リザーブドライバーとなったメリが出走した。結局、ポイント獲得にはほど遠く無得点、コンストラクターズランキング再開でシーズンを終えた。シーズン終了とともに、チーム代表のジョン・ブースとグレアム・ロードンが、オーナーのスティーブン・フィッツ・パトリックとのチーム運営の、 方向性の違いにより離脱。2016年1月19日、チームは新たに、マノーレーシングへ名称を変更。コンストラクター名も、マノーに変更することを発表。これにより、コンストラクターとしてのマルシャも F1 から消えることとなった。感想はい。NC は、 フィニッシュしたものの周回数が90%未満であるため F1 レギュレーション上におけるリタイア扱いを表す。ありがとうございます。